アメリカで野垂れ死に寸前の最底辺の場です。日本労働評議会のによる LINE 相談2回目、ありがたいことに。大阪特区民泊の民泊代行メール、偽装請負、賃金、時給200円、その2ヶ月分っていうこと、625.77、これが返、あの、まあ、帰ってきたので、ちょっとフォローアップみたいな感じの、相談第2弾目があったんですね。私の甥っ子にも、相談に乗ってもらって、大阪特区の社長の A さんが、私に、最後の、捨て台詞として、私が辞めたことで、損害があるからそれ請求しますからねって、恐喝まがいなことを言ってますけども、でも私が社長のクライアントをに、生意気な口を聞いた、その、パワハラとか暴言とか我慢する筋はない、今日ないから今日でやめますっていう、たったその一言が、損害に当たるとか言ってるみたい。だけども、それも契約書とか交わしてないし、メールだけなんですよ。なので、心配する必要ない、その道義的責任すらない、私がその顧客を怒らせたって言いますけども、で、あ、じゃあ、あの、その顧客が、その特区民泊の代行契約を解除したのかなって思ってたんですよ。だけども、そのクライアントとその社長は、もう仲良しこよしだってことが判明したんですよね、ソーシャルメディア見て。で、なんだ、じゃあ、損害なんかないんじゃんっていうこと。それをちょっと、労働組合の、こういう労働問題、労使問題に詳しい方からも、心配しなくていいですよってことを、言ってもらえて、嬉しいですね。で、私、この、今日の、労働組合の方に言ったんですよ。で、この、私にひどいことをした社長さんって、国立大学の法律学科を出てる人ですよって。で、そしたらその労働組合の方が、じゃあ大学の法学部出てるような人は、分かってるはずだよって、そんな契約書とか交わしてないで、ただのメールだけで。で、それでそんな弁済とか、そんな請求なんか、請求権とか発生しない、そもそも。そんなの、大学で法律勉強した人なら知ってるはずだって、そうおっしゃって。で、それを、そういう、最底辺の輪みたいに、無知な人に、そうやって、恐喝まがい、脅してくるなんて、よっぽど立ちが悪いですよ、とかって、そういうふうにおっしゃってくれたんですよね。で、私、今回のこの民泊メールの件は、その労働組合の、その勉強会とか説明会とか注意喚起とか、そういうのに、どんどん使ってくださいって私言いました。こういう事例どんどん増えてくると思うんでね。今回、まだまだ民泊っていう概念がまだ、私がうまく説明しきれてなかったりとかで、民泊っていうと、どうも若い人が使うっていう、ちょっとそういうイメージがあったんで、これからどんどん問題として出てくるでしょうってことは、労働組合の方も、そういうふうにおっしゃってましたね。で、あと、私の質問、私、今回、もう勉強として、いろんな YouTube を見たんですよね。
まあ、東京都なんたらの労働組合の、YouTube とか見てたら、もう会社の名前とか社長さんの名前とか会社の建物とかもう映してましたよ、実名で。で、ツイッターなんかでも、こう自分にひどいことをした会社のこと実名上げてる人結構いるんですよね。で、まあそういう、まあ、YouTube とか Twitter とかそういうのやってる人たくさんいるみたいですけど、それはそういうので大丈夫なんですかって聞いたんですね。で、まあ私の場合はちょっと表現をぼかして言ったんですけどもね。まあでも大阪丸々労働基準監督署の管轄で、で国立大学の法学部を出てる社長がやってる会社って言ったら、まあもしかしたら民泊ビジネスのその業界の中でそういう交流とかがもしあるんだったら、ああ、あの人だって分かるのかもしれないですけれども、まあ実名とかって、例えば少年法とか少年事件、未成年の人がなんか悪いことした時って少年 A とか少女 A とかって言いますよね。だけどこれ大人ですからね。実名とかどうなのかな。もう本当にもう上げてもいいぐらいですけれどもね。まあそれはまあしないですけども、まあそういうことで、今回はアメリカでもよく流行ってる MeToo ムーブメント、あれはなんか性犯罪の話らしいですけども、まあ私が今回試みたのは、まあ従業員、まあパート請負問わず従業員にもコピーが見れるように、請求書のコピーを、まあ、メールというか LINE のメッセージで出したんですよね。まあ、なぜかっていうと、私アメリカ海外に住んでるんで内容証明とかができないんでね。で、内容証明のポイントっていうか存在意義は、そんなの受け取ってませんっていうのを防ぐことと、あと賃金請求って2年間ですけども、まあそれ内容証明を送ることで6ヶ月時効が延びるっていう、まあそれだけなんで、そんなもう6ヶ月なんてもうあれこれ調べ物とかリサーチとか誰かに相談とかそういうにしてると、でも郵便とかそういうのも絡めると郵便だとか来所だとかそういうの、足を運んで来所だとかそういうのやってるともう何ヶ月半年とかも過ぎちゃうんでね。まあちょっと、まあ私、まあ頑張って、まあ、見ましたね。で、まあ最近いろんな YouTuber の方が、もう、日本は1億総、まあ今日本の人口1億何千万とかですけども、まあ、昔は1億総中流って言ってたのに、もう1億総、なんかこう、プチ貧困みたいな感じ。で、上位1%の上級国民は恵まれてるかもしれないけども、残りの99%はって、そういう話とかがあったんですよ。99%ってちょっとそれ本当かなとかって、せめて98%かとは思うんですけども、まあもうブラック企業でしか働けない人たちっていう、まあ、私自身そうなんですけど、そういうブラック企業でしか働けない人生ってあると思うんですよ。で、まあそういう人、私みたいな、まあ、上級国民からはバカにされる、もうそれもしょうがないんですけども、だけどもう自分はブラック企業でしか働けないんだって、そういうふうに
まあ、絶望する気持ち分かるんですよ。私も団塊の世代の親はもう一流企業で働くのが普通で、一家のお父さん一人が働いて5人養うとか、それが普通だったみたいだったですけど、30年ぐらい前までは。だけど今はもう、まあ、ブラック企業でしか働けない、そういう人生が、まあ、すごい多くなってきてるとは思うんですけども、もうあちこちに相談しましょう。で、私みたいに頭の悪い人どうする？頭のいい人ならともかく、頭の悪い人どうしようって話ですけど、相談ですよ、相談。で、私ももう勉強、調べ物、リサーチとかしてる中で、難しい言葉とかたくさん出てきましたよ。出てきましたけども、私もこう、出口を見つけたかったんで、そうすると案外、こう、頭が回るもんですね。行政機関、どことどことだとか、あと争点は、まあ、労使関係があるかないかの有無とか、そういうの、まあまあ、まあ、勉強、調べ物、リサーチ、相談してるうちに、ポイントとかも見えてくるんで、私はバカだからとか、俺は勉強できないからとか思わずに、足手まといの反対じゃなかった、悪あがきしてください。私もしました。で、私人付き合いがないんで、友達もいないから、こういう悪あがき、かっこ悪い悪あがき、ダサい悪あがきを笑う人が身近にいなかったんですよ。で、それは幸いだなと思いました。なので、まあ、自分は負け組だから、友達すらいないって思ってる方は、まあ、行政機関に相談しましょう。私も一番最初は、日本国大使館に、まあ、パスポートを切り替える、そういう用事があったから、ちょっと聞いてみたんですよ。こんな時は、行政機関、どこが、窓口なんですかっていうふうに聞いて、で、まあ、例えば大使館って運転免許の更新とかもやってくれないし、労働関係のこと、知りませんって言われちゃうかなとか思ったんですけども、結構丁寧な回答とかしてくれて、で、そうですね、消費者センターは関係ないかなとか、市役所は関係ないかなとか思わずに、もうあっちこっち、相談しましょう。そしたら、糸口とか、相談する時のコツとかポイントとか見えてくると思うので、あちこち相談しましょう。私も、厚生労働取引委員会に、相談したんですよ。まあ、なぜかっていうと、請負の場合は公取だっていうふうに聞いたんで、そっちに行ったら、いや、ちょっとそれは、まあ、ちょっと私、当てが外れたんですね。独占禁止法とかですからね。まあ、ペアレントの親、事業者という関係じゃないから、ああ、じゃあ違ったんだなとかって。で、そういう、あさっての、まるで関係ない行政機関に相談しちゃったとしても、恥ずかしくないですよ。もう、これを機に、行政機関についても勉強しましょう。はい。ということでございます。ありがとうございました。